これからクリスマス礼拝を始めます。賛美歌94番お立ちください。体調の優れない方はお座りいただいたままで構いません。Thank you.
お座りください。聖書をお読みします。式次第をご覧ください。ルカによる福音書1章26節から56節。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに降り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えたものを良いもので満たし、止めるものを空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、私たちの先祖におっしゃった通り、
アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリサベトのところに滞在してから自分の家に帰った。お祈りします。神様、あなたの御子イエスをこの地上に送ってくださって本当にありがとうございます。1年の大半が過ぎ、今年もさまざまなことがありましたが、あなたが支えてくださり導いてくださったことに感謝いたします。本日のクリスマス礼拝には小山キャシー様をお迎えしております。小山キャシー様を聖霊で満たしてくださって、大胆に御言葉から語れますように、ここに集まったすべての方々の上にこれからも主の祝福と恵みがありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。賛美歌96番、お立ちください。体調の優れない方はお座りいただいたままで構いません。お座りください。本日メッセージをいただく小山様をご紹介します。小山キャシー様は高校3年生の時、交換留学プログラムで初めて来日し、茨城県の日立大宮町に
1ヶ月間滞在されました。ミズーリ州セントルイスのワシントン大学に国費奨学生として進学し、日本学を専攻されました。大学3年生の時には早稲田大学に1年間留学し、以降30年以上にわたり日本研究に携わっておられます。研究テーマは多岐に及んでいますが、特に歴史学、言語学、文化人類学、心理学、神学などの視点からアジア圏における許しと和解と信頼の概念についてフォーカスしています。米国神学校 Rockbridge Seminary で神学修士を取得されました。5人の子どもたちと孫に囲まれ、おばあちゃんであることの幸せを満喫されています。また夫は日本人の牧師で、2人で協力して牧会にあたり、教会のお母さんとして愛されています。牧師としての仕事以外に武蔵大学で聖書と英語を教えておられ、趣味は料理、読書、旅行、ウォーキングです。毎日 17.5 キロも歩いておられます。それではマリア使命と備えと題しまして、小山様よりお話を伺います。小山様、お願いいたします。夫はね、録音してって頼んでますので、やったことないことやらさせていただこうと思ってます。 OK、小山キャシーと申します。よろしくお願いします。実はですね、先ほど読んでいただいたプロフィールっていうのは、夫が書いたものなんですね。普段自分からそういうようなこと言わないのにねって思ってお聞きになったかもしれませんですが、確かに、私自身が書いたのではなくて、夫が、私のことを説明するのに、彼に頼んで書いていただきましたものです。そうですね、大学時代、その前から実は日本に興味がありまして、関心がありまして、私の母親は実は大学時代に、日本から来た2人の留学生と一緒に生活しました。その2人は、フルブライト学費を、受けてアメリカに渡って、勉強しました。どこかで聞いたことあるような話のように気がしないでもないですね。この大学の創始者もアメリカで留学したものですから。でその、1年の留学している中で、うちの母と暮らしている中で、いろんな体験を、もちろんしまして、でその、母のその経験について小さい時からいろいろと伺っていました。ですので、こう私にとっては母の思い出話から日本という国の存在について知ることになって、関心を持つようになりました。で私の行ってた高校は交換留学のプログラムがあったものですから、そのプログラムに参加して、そのクラブに入って、まずは日本から来た、グループの一人がうちに1ヶ月滞在するんですけれども、その子と私が非常に、本当に親しくなって、辞書を通して、会話しながら、こんなスマホみたいな便利なもののない時代ですから、英和辞典を使っていろいろと会話、しましたけれども、今でも、もう何十年間40年近く、経ちますけれども、彼女と今でも交流があります。でその出会いがあっての、今度私が、その交換留学ですから、その同じプログラムで今度茨城に滞在して、大変お世話になりました。茨城に、3週間ちょっと行っての、あとは観光であちこち、東京とか京都とか、
行きましたけれども、本当に素晴らしい経験をさせていただきました。で、まあ、茨城のど田舎のところに行きますと、もう大人、も含めて、道歩いてるとジロジロ見られるんですよね。その当時82年ですからね、慣れていない見慣れていない、姿が通ると、まあまあ、変な意味ではないんですけど、もうみんな興味津々で、集まってくるんですよね。で、待ち上げて私たちを迎えてくださったのは、本当に感動的な、経験の、ようになりましたが、同時に私にとってはその1ヶ月の間に一つ非常にこう、まあ、悲しませるといいましょうか、非常に気になる心配につながる、こともありました。でそれは何かといいますと、1ヶ月行って、クリスチャンにも出会わないし、教会も見ないし、どこにでも、聖書には、ホテルの中であっても置いていないということで、こんなに私たちを温かく迎えている人たちなのに、イエス様の愛について聞く機会もない、神様どうしましょうっていう、ところから、まあ、大学に上がって日本学の勉強をし始めたんですね。でその目的は日本のことをいろんな側面から学んで、歴史とか言語とか宗教とか文学とか文化とか、いろんな視点から日本について学んで、そのベースで神様のメッセージを本当に日本人にとってピンとくるような形で語ることができるようになりたいなと、そう思わされていました。ですから私にとってはその高校の交換留学ということがあっての、まあ、大学の専攻が始まりました。で大学、先ほどあったように3年の時は早稲田で留学しました。その早稲田の留学している間に、出会った一人の人は、今私の夫になる小山誠二なんですね。私は結構ね、もう見かけた瞬間から心は捉えられてしまったんですけれども、彼の方がちょっと時間はかかったんですが、やっと目覚めて、私たちが、一緒になっていく、不思議な導きがありました。というのが、まあ、私のちょっと、私の視点からの、重要なところかなと、そう思いますが、本当にもう高校時代からその前から日本に関心のある、外国人なんですね。何人ですかって聞かれると、多くの場合は私の答えは変人ですと。でそれはどういう意味かと言いますと、変わり者っていうよりも変えられ続けているものという意味なんですね。神様の恵みによって変えられ続けているっていう、ことなんです。そういう意味での変人生活はおすすめです。まあ、今日は、この形で私がこの礼拝に話をするように招待されて、本当に光栄だと思っております。この機会を与えられて本当にありがとうございます。実は初めて私はここの大学に今日伺うことになりました。で、まあ、ちょっと遠いですとは言われて、しかもこのコロナ禍の中で、ほとんど私は、電車乗らなくなっている生活を しています。私たちの住まいは教会の中にありますから、牧師としての仕事は建物から出ないで、やっていくことのできる、範囲内なんですね。で大学ででも、教えてるんですが、その大学というのは、私たちの建物から出て、目の前にある公園をくぐって道の反対側にその大学の門がありますから、2分もかかりません。とても便利なんです。全然運動にならないんですけれども、ですので、もう実生活はもう歩く範囲内でできるものなんですね。で、まあ、コロナの影響で出かけることは、まあ、自粛している、というのもあってのですね、今日ここへ来るのに本当にもう何年ぶりに、バスに乗って、
で1年以上ぶりに電車に乗ったような気がします。ちょっと来るのにどうしようかなって不安になったところ、からし種の会の、私の友達でもおられる中島優子さんがね、あの日曜日に一緒に行きませんかって言ってくださったんですね。ああよかったってその瞬間思いました。で今日は、中野駅で待ち合わせして一緒に、ここへ来ることになったんですね。皆さんはどうなのか分かりませんが、こう自分が初めて何かやるときちょっと不安を覚えません？どうしたらいいんだろうか、誰かにそのやり方とか生き方とかについて聞けたらいいなって思うことは、まあ一般的だと思いますけれども、そのようにしてそのこう自分の話に乗ってくれる人がいるかいないかということで、だいぶその自分の心の状況が変わってくるものだと思います。今日も本当に一緒に来ることができたということで、まあ、安心して、ここまでたどり着くことができました。一人だったらきっとずっと、電車に乗りながら緊張しながら、ちょっと焦って、ここに着いたかと思いますけれども、そうではなくて楽しい会話をしながら、時間を過ごして来ることができて、それは非常に、感謝しているところであると同時に、実は今日の聖書からの話とも関係していることなんです。今日長い聖書を朗読していただいてありがとうございました。実はこのクリスマスの時期に、まあ、夫が、いろんなところで話をするということもあってですね、もうずいぶん前に、このクリスマス前の4週間ぐらいのアドベントという時期に、私が担当するようになりまして、何年間もこの、まあ、クリスマスに向けての、4週間ぐらいのメッセージをしてまいりました。でこのクリスマスストーリーはそれででもとても大好きなんですけれども、不思議と何年やってもいろんな角度からこの慣れているよく知っているストーリーを聞くと学ぶところを毎年発見しますよね。で今年も、そのような感じで、実はこの、礼拝に、話す機会が、話に上がってきたのは10月あたりですよね。で10月のいついつまでにその、聖書箇所と、説教題テーマについて、知らせてくださいという、メールをいただきました。10月ですよね。でまだこう気分的にはクリスマスに切り替えてない中で、いやクリスマスどうしよう、あの礼拝でどの話がいいんですかねって祈り始めたんですよ。でまあ大体クリスマスストーリーについてどこかの、話をしたいなと思っているんですけれども、どの視点から、この皆さんのよく知っている話を、させていただこうかなって、神様に祈りながら何日間も経ちました。でもうこの、返事をしないといけない日が近づいている中で、まだ見えてない中で、もう神様どうしましょうって、本当に、答え出さないといけない中で、何がいいんですかって、で祈ってる中で2つの言葉が頭に浮かんできました。それは使命と備え。でこの2つのテーマ、この2つのキーワードで、マリアの、ことを見ていくように導かれました。マリアの使命は何でしょうね。もちろんそれはこう身ごもって自分の体の中でイエス様という赤ちゃんを育んで育てていくということですよね。でそればかりじゃなくて、その子を産んで育てていくということももちろん伴っているわけですよね。でその、まあ、明らかになっている使命果たしていくのに、神様は彼女にどのような備えを提供していたんだろうかっていうことについて、
話したらと神様に言われたような気がしました。でいろいろそれで、考えたりしていくうちに、実は今年うちの教会で4週間のシリーズに、この、 使命と備えについていろんな、このクリスマスの人物に焦点を当ててやっていますけれども、今回特に見ていきたいのはこうマリアがその天使に訪問された時にというところからなんですね。私たちが聞くともう何度も何度も読んでるからあんまりその重さっていうこと、その不思議さっていうことに関して感じないようになっているかもしれません。でもマリアにとってはまだ結婚していない、婚約者がいても結婚していない彼女の目の前に天使が現れて、でまず挨拶だけでもその、まあ、天使が現れるということ自体って、皆さん経験しておくことある人いらっしゃいますか？ いないでしょうかね。いたとしても気づいてないで終わっちゃってるかもしれません。でもマリアにとってね、この天使が現れるって神様が声をかけるっていうことは、イスラエル人の彼女にとって、ユダヤ人の彼女にとってもう聞いたことのない話ですよね。もう旧約聖書の時代から彼女の生きていた時までの間に400年間何も神様から聞いていないっていう期間があったんですよね。でいきなり突然、ずっと誰もが神様から聞いていない中でこの天使が彼女に現れて神様からの挨拶をメッセンジャーとしてしているって、もうびっくりしましたよね。戸惑ったって書いてあるんですよね。別の訳で混乱しました。まあそれはそうですよね。でそれから続く話はますますついていけないような話ですよね。あなたは身をもって男の子を与えられる、イエスという名前をつける、彼は救い主となるって。で彼女は聞きながらははええっていう感じだったんじゃないかなと思うんですよね。留学時代私はね、こう一生懸命日本語を聞いて、日本人との友達と一緒にいる中で、で最後に質問される、何っていうのが有名でした。キャッシュはもう何ってよく言うんだよねって評判になりましたけど、多分マリアはそれを超えてるんですよね。天使の話、はっはっはっで何ですか、何それ、どうやって、だって結婚してないんですもんって、で説明されてもついていけないんですよね。でもね、この天使は最後に彼女にとって具体性のある話というか、ついていける話というか、掴んでいける話一つ言い残したんですね。それはあなたの親戚エリザベスは妊娠したんですよって、もう6ヶ月目に入ってるんですよって。子供のできないと言われた彼女、今妊娠中なんですって。あの天使の話の中で唯一確認できると言いましょうか、具体性のある話はそれだったんですよね。でマリアはもう急いで数日後にエリザベスの方に行くことにしました。彼女は天使から言われたことを多分書いてないんですけれども、誰にも言えなかったんじゃないですかね。自分の親にだってついてこられない、自分自身にとってでも何なのさっていう気持ちでしょ。分かんない、どうなってるのか、それって どういうことなのかって本当に分からない中で、ともかくエリザベスのところに
行くのが次の一歩であるって思って、多分導かれて、その天使はあえてそのようなことを彼女に言ったんではないかなって思うんですよね。でエリザベスのところに行くのも近くはないので、何日かもかけて遠回りして行ったとは思われますよね。ユダの方、ナザレ、マリアの住んでたところは北の方となるんですね。イスラエルの北の方です。去年夫と一緒に、イスラエルに、やっと行くことができまして、行ったらですね、聖書を読むと、もう今まではただ単によくわからない地名とかね、地図でその位置だけはわかる、ようなところが実際行けたので、どういうところなのか、どのような雰囲気のところなのかって、行ったおかげで、読むと、ね、思い出してくるんですけれども、もうナザレっていうのは、もともと、聖書熱心、旧約聖書を守りたいと思っている、グループが開発した町なんです。で、旧約聖書を徹底して従うという、熱心な信仰者の町なんですよね。ですから、もうマリアはそのナザレで多分その親のもとで育てられているので、聖書のことはよく知っている。しかもこの町は、こうローマの影響とかね、ギリシャの文化とかに、妥協しないところでも、徹底していました。近くの別の町セポラっていうのはもう結構妥協していたっていう、比較が、当時にでもありましたけれども、このナザレっていうのは本当に神様の律法に従って神様に心を向けさせて神様を第一にするっていう人たちでありましたから、まあその環境で育てられたのも、マリアの一つの備えでもあるとは、考えられますが、その彼女がエリザベスのところに、訪問してきます。もちろん今みたいにね、前もって電話するとかね、手紙を送るということもできずに、もういきなり突然エリザベスのところに現れるような形になるわけですね。前振りなし、ということです。それだけの、まあ、文化でもあるんですよね。人が現れた時に、おもてなしをするっていうのがその当時の文化ですから、珍しいことでもないんですが、マリアがエリザベスのところにたどり着いて挨拶をしました。挨拶だけ、何もその言われたこと、その天使の話とか全くしていないところで、エリザベスは彼女に対して非常に、彼女にとって驚くような、安心させるようなことを言われたんですよね。エリザベスはマリアから何も一言も言われてないのに、彼女が妊娠しているということ、しかもその妊娠した子っていうのが神様から来ている特別な子でいるっていうことを分かっているっていうことが伝わる返事をするんですよね。あれだけ混乱して戸惑っていたマリアにとってはどんなに励まされたでしょう。あ、このエリザベスは分かっている、理解してくださっている、しかも一緒に神様を褒めたたえるような志でこのニュースを受け止めてくださってるんだって理解されて支えられる、励まされるということを、その挨拶だけでマリアは安心したんですよね。
何も説明しなくても理解されたわけです。受け入れられたんです。でそれからまあ有名なマリアのね、マグニフィカットと呼ばれる、言葉をエリザベスに分かっちゃうんですよね。で実際本当は結婚していないマリアが妊娠してるということで、これからの道は大変なんですよね。どう説明すればいいのか、誰が信じてくれるんだろうか、どうやって婚約者に自分の妊娠について理解していただけるんだろうか。自分の町の人たち、あれだけもう立法を徹底に徹底して守ってる人たちはそんな違反となるようなことを許すわけがないっていうことを目の前にしているんですけれども、ともかくエリザベスは分かった、理解して、喜ばしいニュースとして受け止めてるということで、マリアはその彼女にはその歌をの言葉を発信することができ、自分は本当に恵まれているんだって、これ大変だけど特権であるんだって思えた瞬間でもあります。この二人はあえて神様が一緒に過ごすようにあの天地の言葉を通して導いたと思います。で3ヶ月一緒に過ごしていた中で、どういうような話し合い分かち合いをしたんでしょうか。聖書には、何も書いてないんですけれども、私が中学校高校時代の時に通った教会の牧師がよく私たちにね、聖書を読むときに聖なる想像力を働かさせて読みなさいってよく言ってました。どういうことかって言いますと、この聖書に出てくる人物っていうのは本当に生きた人たちで、本当の人間で、私たちと似てるような感じで物事を考えたり感じたりした人たちですから、こういうような経験をしている中でどういうふうに捉えて、どういうふうに感じたんだろうかって考えて読むべきだってよく言ってました。で長年私はこの、まあ、クリスマスに関連する、御言葉を黙想している、年月がある中で、まあ、よく想像するんですけれども、それに、今年はですね、というか、実際は去年の11月に、私の長女は、初めての、赤ちゃんを産んだんですね。ちょうど1歳になったばかりなんです。で、その、まあ、長女、私の長女が、子供を産むのに、しかもその子が実は女の子になるので長女を産んだということで、で私も長女なんです。で私の長女が妊娠しているっていうことの中で、遠く離れてはいるんですけれども、私たちがよく、フェイスタイムとかね、テキストとかでやり取りをしていく中で、その彼女が妊娠しているっていうことで、今までなかった会話が私たちの間に、まあ、生まれたっていうちょっとダジャレっぽくなるんですけど、そういうことになったんですね。で離れ離れなんですけれども、妊娠について子供が生まれるのにどういうことが、起こるのかとか、どういうものを揃ったらいいのかとか、いろいろ具体的な話が飛び回るんですよね。で私たちがさらに
関係を深めていくようになっていくわけですね。もともととても彼女と私は親しい関係を持っていましたが、彼女が妊娠し子供を産むということで新たな視点から私たちの関係が、深まっていくっていうことにやっぱりつながったんですよね。で、その経験もあってのこのエリザベスとマリアの関係について新たな視点から考えさせられるようになったとも思いますが、妊娠したばっかりのマリア、誰にもその妊娠について言えない状態でエリザベスのところに行きますと、その妊娠についてエリザベスからいろいろ聞けるわけですね。で、年配なんだけれどもエリザベスも妊娠して初めての経験しているので、フレッシュにその経験についていろんなことを分かち合えるわけですよね。だけれども人生の大先輩なので、その練られた知恵の視点も持っているっていう本当に特徴な、ガイデンスを提供する人でもいますよね。で、それにエリザベスもずっと長年子供が与えられなくて神様に祈って祈って祈り尽くして答えられなくて、もうそのことを祈らなくなってしまった後に奇跡的に妊娠ということになったわけですよね。ですからその彼女の妊娠も奇跡的な妊娠であるということも共通点で理解し合える内容でもあるわけです。この神様が働かれて自分の人生にこういう深いところで関わって導いて用いるということについて、いろんな悩み、喜び、心配を一番理解し合える相手同士で話すことができるようになったわけですよね。それからそのお母さんになる、奇跡的にお母さんになって、しかもその与えられた子供は神様のご計画の中で偉大な働きをする、その子を育てるのにどうしたらいいのかっていうことについてでも語り合うことができたわけですよね。エリザベスとザカリアはそのガルビエルが神殿の祈りをしているときに現れたときから、もちろんザカリアは喋れない状態にはなったんですけれども、一生懸命に聖書を読んで学んで自分のその奇跡な子はどういうことをするのかっていうことを、研究していたに違いないと思うんですけれども、もちろん何らかの形でそれはエリザベスにも伝えたわけですよね。で、エリザベスはそのザカリアと学んでいることについてマリアと話し合うことができたわけですよね。この3人がその3ヶ月の中で聖書からこの神様の計画について学んで分かち合って祈って喜んで、それから心配もしたですよね。自分には本当にこれできるかどうかということも、あったでしょうと思いますけれども、でもこの3人は神様のご計画の中で特別な働きを担うように用いられているという貴重なことを分かち合うことが、できたわけです。で、それはできたのはあのガビエルがマリアに、エリザベスも年を取ってもう子供できないと言われてたのに妊娠してるという一言がきっかけになったんですよね。それがなかったら行こうとも思わなかったでしょう。つまり神様にとっては私たち一人一人が人生を歩んでいく中で
その神様の計画の中でさまざまな試練が襲ってくるということをご存知の中で、私たち一人一人にその導き手となる人を用意して提供してくださるということが一つの原則であると思わされます。ですからこう私たちが自分の人生を振り返ってみるときに、誰がそうやって私の人生に関わってくれて導いてくれて応援してくれたんだろうかってちょっと考えてみると、きっと何人かが頭に浮かんでくるでしょう。で、同時に私たちが誰かのためにその役目を果たしていくようにも用いられることも神様の計画の中にあるであろうとも思います。このメントリングという言葉が、ビジネスの中ででも、出てくるし、実はうちの母親は、ずっとこのメントリングということでいろんなところで話したり、それを進めたりとかしてるんですけれども、ある程度の年齢いってると、ある程度の人生経験があると、自分より若い人が自分の後についてきてるということで、自分が進んでいくと同時にその自分の後に来る人たちのことをも意識して、関わっていくようにっていうのが、うちの母が一生懸命に伝えようとしたりしてるメッセージでもありますけれども、こう特にね、今日この大学のこの礼拝で話をするように、この機会が与えられた中でね、からし種の会っていうのがあっての、500人以上ですかの先輩方がこの大学に今現役の生徒たちの人生に関わりうるだろうし、卒業していてもいろんな年齢層が差がある中で、本当にね、このマリアとエリザベスのような関係を、その導き合う、支え合うっていう意味で、できたら素晴らしいなって、思いました。自分自身も大学で教えたり教会の牧会をやったり、またはいろんな、外での、関係を持ってたりする中で、日本に来てのいろんなわからないことが今でもたくさんある中で、導いてもらう必要がありながらも、自分の人生経験を考えていくといろんなことがあっての、それが他の人のためになる、経験、それがある程度知恵になってきてるかと思いますけれども、それを提供することも、できるなと思いますが、私たち一人一人が同じように素直に導きが必要な時に誰かに助けてっていうへりくだった心と同時に、自分の後に来る、自分の方が、経験があって、知恵があるところには、喜んでそれを、おせっかい的なじゃないような形で、提供することも、できるのではないかなって、このレッスンを、この教訓をマリアとエリザベスの関係から、思わされております、というのが今日の、私のお話とさせていただきたいと思います、この後はお祈りということですね、一言お祈りいたします。神様、あなたがあのマリアに、一人であんな重たい、責任を、背負わせたのではなくて、彼女を支えて励ましてくれることのできるエリザベスの方へ導いてくださいました。そのエリザベスの、との時間はその後どれだけマリアにとって思い出されて励みとなったことでしょう。
同じようにあなたが私たちにもそうやって導いてくれる、励ましてくれる人を提供してくださいました。その一人一人に心から感謝いたします。どうか私たちもそういうような感じで自分の後に来る人たちにも励まし、支えを提供することができるように、そのメントアになっていくことを、導いてください。どうか神様、私たちが、あなたの御手の中であなたの望んでいるように、その与えられたあなたが計画している使命を果たしていくことができるように、一人一人にそういう使命をあなたが用意しています。それができるように助けてください。その一部としては誰かの励まし導きであるかもしれませんので、具体的に導いてくださいますようにお願いいたします。あなたの愛をこの2人の関係を通して見ることができてありがとうございました。そのマリアが、妊娠して産んで育てた、それからあなたに返したイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。賛美歌103番、お立ちください。体調の優れない方はお座りいただいたままで構いません。
座りください。主の祈りを祈ります。式次第をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌106番お立ちください。
座りください。祝祷、小山様お願いいたします。皆様の祝福を祈ります。父なる神様の愛、イエス様の恵み、聖霊様の親しい交わりが集っている一人一人、または後で聞こうとする一人一人の上に永遠に豊かにありますように。アーメン。構想を持って礼拝を終了いたします。これでクリスマス礼拝を終わります。